今回は一発屋声優ベスト10を解説するぜ。なお女性声優編で、アニメ出演に限定した話だ。ベスト10ってどういう基準の順位よ？私が個人的に思った一発宿が基準だぜ。そんなん基準になるのか。なおあくまでこの動画を投稿した時点での話で、その後に売れる可能性もあるでしょう。後で動画見返したら一発やって言われてたんだ、みたいになるかも。10位は人気ラブコメ、そのビスクドールは恋をするのメインヒロインを演じた菅田ひなさんだぜ。菅田さんはコスプレ好きなギャルの北川マリンを演じている。え、北川さんの中の人が一発やって、まだまだ若手でしょ。それがそうでもなくて、現時点で27歳だぜ。デビューして4年目で、キセ恋で当たり役を掴んだんだ。え、思ったより遅咲きの人なんだね。キセ恋がデビュー作だと思ってた。ただ菅田さんはバンドリの霧ヶ谷透子も演じていて、バンドリモルフォニケーションという短編アニメに、レギュラーで出演しているので、キセ恋だけというわけじゃないな。一発屋というには微妙。キセ恋は2期もあるし、まだこれからだと思うので、一発屋度は低いから10位にしたぜ。すぐに一発屋じゃなくなりそうだね。9位はバイク日常アニメ、スーパーカブの主人公を演じた夜道ゆきさんだぜ。夜道ゆきさんはホンダのカブに乗り始めた、女子高生の小熊を演じている。あ、この人は確かに一発屋かも。他はお色気アニメの女神寮の寮母くんで、穂積セレネを演じているが、それ以外はモブ役だな。やっぱ小熊ちゃんが一番有名だね。そうなっている理由はある炎上事件が原因かもしれない。どんな事件よ？2022年4月16日、早稲田大学の社会人向け講座で吉野家の元常務が、田舎から出てきた若い女の子を、生娘のうちに牛丼中毒にする、生娘しゃぶ漬け戦略なる話をして炎上し、吉野家が謝罪する事態に至った。ああ、これは大問題になってたねー。牛丼好き女子もマジおこでしょ。この事件をネタにして、夜道さんは4月20日、北海道の田舎から来た生娘、今日も決まってますと牛丼を食べる写真とともにツイートしたんだ。さらに私地元にいた時は吉野家とか全然食べたことなかったのに、上京してからしょっちゅう吉野家食べてるから、本当に戦略にハマっててわろたと続けた。何言っちゃってんの、面白いかもしれないが、当然このツイートは大炎上してしまい、翌日夜道さんは間違えてしまいましたと謝罪したぜ。てか、本当に生娘なのかどうか気になる。この事件以後、夜道さんのアニメ出演は今のところ邪神ちゃんドロップキック X のモブ役しかないぜ。アニメの役ってずっと前から決まるから、仕事とこの炎上が関係あるかどうかはわからないけどね。8位は大ヒットバトルアニメ、鬼滅の刃に出演した、江原ゆりさんだぜ。江原さんは超屋敷で働く少女の神崎葵を演じている。葵ちゃん、厳しいけど頼りになるお姉さんだよね。なお鬼滅の刃は脇役も有名声優が演じることが多いので、このキャスティングは不思議に思った人もいると思う。確かに、なんでかな？実は江原さんは、アニメ制作会社の UFO テーブルに所属しているスタッフなんだぜ。え、そうなんだ？だから声優の仕事だけでなく、テイルズや刀剣乱舞の制作進行や撮影の仕事もしてるんだ。へえ、そういうマルチな人もいるんだ。江原さんと似たケースでは、アーススターエンターテイメントに所属していた鳴海京子さんがいる。この人も定休シリーズの高宮ナスの役の一発や感はあるな。アニメを作る会社に所属してしまうと、他社の仕事はしづらくなるのかな。また2022年秋アニメのカンコレいつかあの海での主人公、しぐれ役の谷部由美さんもこの二人に近いな。変わったお名前だねー。谷部さんはカンコレを開発している C2 プレパラートに所属していて、声優業だけでなく動画作成なども行っているぜ。へえ、これからは声優事務所に属さず、特定のコンテンツがメインの専属声優も増えるのかな。7位はキララ系の日常アニメ、三者三様に出演した桃川理香さんだぜ。動画工房制作なんだね。桃川さんは園部志乃という、主人公がアルバイトする洋菓子店の店長を演じている。この桃川さんの声を聞いて、みんな驚いたんだぜ。なんで？その声が新井さとみさんの声にうり二つだったからだ。おばあちゃんっぽい声の人だね。ジャッジメントですの。桃川さんのプロフィールでも、憧れの声優は新井さんと書かれているぜ。ああ、それで真似したのかな。そしてその後、桃川さんはテレビアニメのモブ役を4回演じたっきり、テレビアニメには出なくなった。やっぱりそっくりに模倣してしまうってのは、まずかったのかな。まあ最近は海外ウェブアニメの吹き替えをやってるし、テレビアニメ以外の活動は精力的に行ってるみたいだけどね。三者三様の2期があれば、無理か。なお2022年11月4日にサービス終了を発表した、キララファンタジアについてコメントもしている。ちゃんとプレイしてるとは、思い入れあるんだねー。6位はキララ系の美術家女子高生の日常アニメ、GA 芸術家アートデザインクラスに出演した徳永愛さんだぜ。日だまりスケッチと並ぶアート系女子の日常アニメだね。徳永さんは野田美希を演じているぜ。いつも明るい少女で私は大好きなキャラだ。
キララ系で一番好きかもしれない。そんなに。しかし、徳永さんはこれ以後、テレビアニメにはほとんど出演していない。え、なんで？キララ系で良い演技して、人気にもなったんだよね。徳永さんはラムズという声優事務所に所属していたのだが、この声優事務所は2013年に倒産してしまったんだ。そういえば最近はプロフィットが解散とかあったね。徳永さんはそれよりずっと前の2005年末にラムズを退所してフリーになっているので、これとは直接の関係はないが、いきなりフリーになって仕事を取るのは難しかったんじゃないかと思うぜ。やっぱり力のある事務所に所属してないと厳しいんだろうね。なお GA 芸術家のレギュラーは徳永さん以外は戸松遥香さん、沢城みゆきさん、名塚香織さん、堀江由衣さんと、超豪華なので一層、徳永さんの不遇さが際立つ気がするな。このオールスターの中で目立っていた徳永さんはすごいね。キラファン差集の時の徳永さんのコメントを読んで、私は涙が出そうになったぜ、野田ちゃん。これは悲しい、キラファンに救われていた声優さんもいたのに。恋は大ヒットアイドルアニメ、ラブライブに出演したパイルさんだぜ。パイルさんはミューズに所属する1年生の優等生キャラの、錦野真希を演じている。真希ちゃん来たー、何それ、意味わかんない。しかし、わかってる、真希ちゃん以外の役は、謎だったのは、コチンパがデビドルとしてアニメ化された時に、アイラ役が三森鈴子さんに交代されたことだな。アイラは主人公だし、続投なら二発屋にはなれたと思うが、三森もラブライブ声優だけど、もちろんパイルさんだけでなく、ラブライブ声優は後のアクアも虹ヶ咲も、一発屋みたいな人が多い。パイルさんはあくまで代表としてチョイスしたということで、一発屋の代表にされてしまった。ただミューズの星空凛を演じ、同じく一発屋だと思われていた飯田里穂さんが、オットタクシーのメインヒロインの白川に大抜擢されたのには、驚愕したぜ。一発屋から二発屋にランクアップだね。4位は京アニのシュールギャグアニメ、日常に出演していた古谷静香さんだぜ。京アニ来たー。古谷さんはロボット少女の篠のめなのを演じている。愛を言うこと並ぶ主人公格のキャラだな。なのちゃん、真面目で自分がロボットなのを必死に隠すのが可愛いんだよね。しかし、この作品に出演した後は、他の京アニ作品に出られればよかったんだけど、2015年に交通事故に遭って活動できない時期もあったらしい。そうなんだ、それはお気の毒に。でも2020年に YouTuber としてデビューして復活したぜ。すごい、登録者数や再生数とか多くて、このチャンネルなんか相手にならんやん。あ、はい、これからもマルチなご活躍を応援しています。てか消えたとか失踪とかなんとも自虐的。3位はキララ系の日常アニメ、金色モザイクに出演している田中まなみさんだぜ。田中さんは主人公の家にホームステイしているイギリス人の少女、アリス・カータレットを演じているんだ。アリスちゃん、かわいいよね、ストロベリーブロンドがチャームポイント。しかし、アリスを演じた後も、田中さんは多くのアニメに出ているが、アニメでレギュラーを演じたことは現時点でない。なんでだろう？こんな有名な役をやっていて、ずっとアニメ出ていてほとんどモブばかりって。レールガンやラブライブやウマ娘といった人気作品にも出てるのに、ことごとくモブなんだよな。なお田中さんは英検1級だそうで、ウマ娘では英語で喋る海外ウマ娘を演じているぜ。すごい、さすがイギリス娘を演じただけある。ってか思ったんだけど、キララ系に出た声優って一発屋になりやすくない？日常系や動画工房作品に出るとそうなりがちという声もあるな。日常系って演技が評価されにくいと思うぜ。日常会話が主だもんね。2位は日常系アニメの一人ぼっちの〇〇生活に出演した森下千咲さんだぜ。森下さんは主人公の内気な少女の一人ぼっちを演じているぜ。すごい名前だ。そしてこの作品に出た後のアニメの出演は2回のモブだけらしい。主人公を演じたのに、どうして？この人はツイッターもやってないし、謎が多いな。幻の声優？なお森永千歳さんという声優もいるけど、森下千咲さんと紛らわしいな。名前にすぎ。森永さんはアンハピのチモシーや、ニューゲームの海子を演じているので、一発屋ではないと思う。海子さん、ネネッチのいい上司だよね。では最後の、栄えある1位の一発屋声優は、それは名誉ではないだろ。デスゲームものの未来日記のメインヒロインを演じた、村田智沙さんだぜ。デスゲーム系では有名な作品みたいね。村田さんが演じるガサイルノは主人公の天野ゆきてるが大好きで、デスゲームを一緒に戦うんだ。かわいい。しかし、彼女はとんでもないヤンデレキャラで、ものすごく嫉妬深いんだぜ。ヤンデレ好きには良さそうだけど、アニメでヤンデレヒロインと言われれば未だにユノの名前が上がるほどで、大ヒット作が多い2011年でも目立っていたぜ。そんなにすごかったんだ。村田さんのユッキー、というヤンデレ演技が絶妙で、かなりインパクトがあるぜ。それなら、その後もご活躍されてるんだろうね。それが残念ながらテレビアニメでは。あれ、なんで、でも新エヴァに出てるとは。ご本人もツイートしてるぜ。
どのキャラが村田さんなのかわからないけど、ツイッターは今もずっと続けてるんだね。演じたテレビアニメキャラのインパクトとその後のご活動、かつツイッターでずっとツイートを続けてるといった点から、一発屋声優第一位とさせていただいたぜ。いや、だから名誉じゃないから。以上、一発屋声優ベスト10女性声優編を解説したぜ。でもテレビ以外の仕事は続けている人が多いんじゃないの？全くその通り。今回はあくまでテレビアニメに限った一発屋ということで。まあテレビアニメが全てじゃないよね。今回の動画が良かったらチャンネル登録や高評価お願いします。一発屋チャンネルだけどよろしく。それでは次の一発屋動画で。